とはまあ、安倍政権時代と比べて、そういう保守、あるいは回帰的な部分が減ってるかって言ったら、でもむしろ、ね、敵基地攻撃だから、まあ、安全保障三原則のあれにしても、なんか先鋭化しちゃったなって感じもすごくあるし、それは今日来てる方も何人かはそのことを口にしてましたね。やっぱ時代が本当にもう、本当にこの時代と1923年となんか近いようなものを映画見ながら感じましたって言ってくれた人多かったですね。まあ、なんか一色に染まってくっていう意味では、まあ、自民党といえば、例えば馬場さんのいる維新の第二自民党と言ってもらっても構わないみたいな。で、国民民主の玉木さんは何て言いましたっけな。なんか似たような話を言い始めて、まあ、みんながこうちょっとずつちょっとずつこう右に向かってってるっていう流れは、少し、まあ、この時はね、単にその差別意識の中で生まれてる人とはいえ、その集団意識が一気にね、先鋭化した時に朝鮮人は皆殺しにせよっていうことになってしまうっていう。でも今だって根底にはやっぱりその差別というか怖いんですよね。異質なものが、つまり集団化始まってますから、なるべく同質な者たちでまとまりまたといっまて気り持ちがたい。強くなって、そうするとやっぱり違うものを入れたくないと。だからそれこそ入管法の改正、僕は改正なんて言葉使いたくないけれど、問題だってその延長にあると思うし、今ヨーロッパもそうですよね。どんどん保守的な政党が支持を集めてる。その背景にあるのはやっぱり移民をどう扱うかっていう部分ですから、移民受け入れは嫌だと。もう自分たちで同じ民族で同じ宗教でまとまりたいって気持ちがとても強くなってきてるからこそ、そういう状況が加速してるわけで、それは日本どこもでもいいし。変わらないと思いますけどね。だから、逆にね、岸田政権になってやってる政策は、先ほどもね、おっしゃってましたけども、より安倍政権の時もできなかったことをやってるっていう話を岸田氏周辺が言ってるなんて話は出てきますからね、それを誇ってると。なんかあれよあれよっていう間に、決まっちゃったみたいな感じがすごくありそうまですすよね。ね。もうでも、一種の集団主義が行き着く先、まあ、集団における正義、それが保守化し、他に、まあ、一種の攻撃対象を見つけて、それに対する意思暴力や、その人たちを拒絶することで、より一致団結を自分たちは図り、その暴力が拡大していくっていう流れって各国で今再生産されていて、日本でもそれがすごく強まっていると思うんですけれども、その流れって何て言うんですかね、どうしようもないのか、かつてはそれが結局戦争っていう形でぶつかり合って、で戦争が終わった後でしばらくは、日本は特にそうでしたけれども、国としてリベラルな空気が残って、それがだんだんと数十年経つに従って消えていって、もう一度先鋭化していくという、一種の繰り返しみたいに見えそうるんでですすけね。ど。特に最近の日本は、過去を振り返らない傾向がとても強まってるんで、そうするとブレーキ働かないですよね。だってどこでブレーキ踏めばいいかわからないわけですそうかですよら、ね。要するに負の体験は自虐視感だって言って記憶しないっていう目をそらそうって傾向がとても強まってるじゃないですか。これ人間に例えれば分かりやすいんだけど、人間ってやっぱり失敗とか挫折とか失恋とかいろんなそういう体験をして成長するわけでしょ。でも失敗とか挫折とか失恋を全部忘れて成功体験ばかりを記憶してる人と食事したい？嫌だよね、そんなやちょっとつ。疲れますよね。話もしたくないでしょ？人間っぽくないですよでね。すよね。でもまさしく今この国そうなりかけてるんじゃないかな。世界が称賛する日本とか、世界がすごいという日本みたいな、そういう、まあ書籍とかテレビ番組なんかも増えてきてはいるんですけれど、なんかそういうさ、自画自賛というかね、その傾向がとても強くなってきて、でもそれはとても滑稽な光景で、同時にやっぱり成熟からどんどん遠のいてしまっている。僕は歴史って何のためにあるかっていうのは、失敗を記憶するために歴史は学ぶんだと思うんですよ。鎌倉幕府がいつできたなんてどうでもいいことで。ところが、今その失敗から目を背けるんだったら、これ成長しないですよ。さらに失敗はまた繰り返しますよ繰りね。返しますよ。だって、同じとこでつまずい、だってここでつまずいたことを覚えてないとまたつまずきますよ。つまずきで思い出したけど、まあ何でもかんでもドイツを礼賛するわけじゃないですけど、ドイツで最近始まったのがつまずきの石って言って、歩道にね、突起を作るんです、石を。で、それは要するに、ここにユダヤ人が住んでましたと。このすぐそばに。で、この名前とか全部書くの、死んだ年とかを。
で、そこで人は、まあ、つまずく人もいるかもしれないけれど、ここにいたのかと思い出すっていうね。これ、市民運動で始まって、今、全ヨーロッパに拡大してるらしいんだけど、やっぱり記憶の仕方が全然日本とは違うなっていうのがね、改めて痛感しま歩すくところにそういうのがあると危ないとは思うんですけね。まあ、ど、でもこうや一っ応、て、縁石というか、まあ、ああ、縁そっち石側があっにあて、るから、ここにそういう人たちが、人が亡くなったんだなってこと、体感上もわかるというまあ、か。そんなにこう、なんだろう、一部の突起じゃなくて、ちゃんとこうなってるああ、かなるら、ほどね。そんなにつまずそくん人なはいこないとんだけど、ただまあ、たまにはいるかもしれないけど、まあ、でもそれよりもやっぱりこういうちゃんと記憶しようっていう、そういう意思表示だと思いますね。まあ、2017年でしたっけね、小池百合子さんが慰霊碑のね、文章を読まない、追悼文取りやめるっていうのを始めて、で、今年やっぱりそういう大きないろいろなイベントがあるにあたって、多分どうするんですかって聞かれてると思うんですけど、おそらくは同じものを、まあ、追悼文の取りやめをやめることはないって、じゃあ取りやめ続けるってこと取りでやすめね。続ける。まあ、おそらく彼女の場合は彼女自身の意思というよりも自分を支持する層へのアピールです忖か度、アピールね。じゃないかとは思いますけどね。まあ、彼女が本気でどこまで本気なのかちょっと僕には分からないですけど。で、まあ、それだけじゃなくて、ここに書いてありますけど、まあ、これ多分、安倍政権が終わって、菅政権になった時も、従軍慰安婦は誤解を招くから慰安婦になったり、それから、強制連行は、なんだっけ、強制連行を強制動員だっけな、連行をああ、強これ制ね。動員っていうのに変えたりとか、まあ、様々なその用語をの変換っていうことを、これ安倍政権な終わったんですけど、それでも閣議決定で決まったものをなるべく、踏襲するようにという、まあ、その教科書会社に対する、いわゆる一つの間接的な圧力だと思うんですけど、これをやったがために今、まあ、教科書の記述がいくつも変わりつつあるっていうのがあって、で、つい先も裸足の言が、ね、あれも、NHK さんの取材でね、かなり明らかになっていましたけど、その会議体の中で決して削除しようっていう結論に至ったわけでもないのに、まあ、日本会議系の方たちもいて、まあ、誰からも攻撃されないようなものにしようっていう流れの中で、はっきりとした明確なその会議体で削除しようって決めてもないのに、最終的にやっぱり裸足の言のアニメーションの部分がね、なくなってしまったとか、それかまあ広島で起きたっていうことも、悪の黒幕っていないんですよ。誰かが裏で何かやったのかって言とうと思ね、いたくなるかもしれないけど、そういう場合はほぼないですね。なんとなくみんなの雰囲気で、人気、これはちょっとまずいんじゃないかとか、万が一起きたらどうするんですかとかね、抗議が来たら誰が対処するんだみたいなことが、で、それは昔からあったんですけど、昔はここまで閾値が低くなかった。つまり、もうちょっとやっぱりね、我慢したっていう方も変だけど、みんなやっぱりこらえましたよね。でも今こらえられない。だから映画なんかもそうですけど、今すぐに上映中止しちゃうんですよね。あるいはその愛知トレーナーレの表現の不自由点表現もの自いい由。例だけど、要するに1枚ファックスが来て、なんだっけ、ガソリン携行缶持ってお邪魔すんでと書かれたファックスでもう表現の不自由点中止にしちゃったわけでしょ。多分一昔前だったら本当に火つけようと思ったらこんなファックス送ってくるはずないよって言っなって、て、こんな笑って。捨てちゃいで終わってると思うんだけど、今それができない。つなまるり、ほど。本当に万が一起きたらどうするんどうですすんか、だという。責任取れるんですかってみんなが耐えられなくなってしまってて、つまりセキュリティ意識がすごく上がってしまっ上がった、ちゃっ不た。安と恐怖が強くなってる。この間、新宿駅でパニックがあったじゃないですか。外れ国ね。籍の男性が包丁を床包に落と丁。したら、びっくりもしました、あうれ大ね。パニックになっちゃって、みんながもう う走ってわーって逃逃げげてて、る風景がね、で、ネット転ん上。で3人救急車で運ばれたらしいんだけびっくど、りした、3人も。だから、あれなんかもいい例で、あれもやっぱり一昔前であれば、おらんとこいつ危ないぞ一ぐらい時、のことはあるかもしれないけど、そんなみんなが、そこで追っかけてるわけじゃないですからね。本当に、あれでしたよね。奥さんで、彼はその場でぼーっとしてたらしいんだけそうど、ですよね。寝てたかなんかでその包丁がポンと落ちちゃったんでしょうね。料理包丁で、自分の仕事の包丁でしたよね。もうまあ、だから大変最だな近、って。まあ、電車内でそうないうの犯ね。罪がついたっていうのもああっるんたでっして。ょうけど、ちょっとやっぱりそのセキュリティ感度がすごく上がってるから、これってのは逆に言えば集団化がもう本当に臨界状態になってるだろうなと僕は思いますね。この歴史修正主義がここまで進むのは、まあ、90年代の安倍さんたちが始めた教科書問題のですね、話が大きいとは思うんですけれども、80年代、90年代の流れからすると、その後の
急展開、転換というのがすごく大きい気がするんですよね。従軍慰安婦を慰安婦に置き換えたりとか、強制連行を動員にするとか、でもこういうことがあったのは事実ですし、そこについてはみんな異論はないわけですよね。それが強制性がどの程度あったのかとか、その定義でみんな揉めてるだけで、それ自体もあった歴史的な事実としてあるのに、でもそれ自体からも目を背けようとしてることがありますよね。そうですね。従軍慰安婦を慰安婦に言い換えたから何が違うかって、僕全然違わないと思うんだけど、まあ、ある意味でこうオーソン・ウェルズのニュースピーク、そうでつすまり言ね。葉を言い換えたっていうことは、やっぱり以前の言葉を不適切だったんだっていう認識を広げることに役立つでしょうし、まあ、そういう効果を狙ってるのかなと。だから敵基地攻撃も反撃能力に、また最近も岸田政権でも言い換えてますけどね。だからそれはニュースピーク的な環境っていうのはどんどん広がってるなっていうのは、やっぱり安倍政権で始まってますけど、加速してますよね。でもそれに従うメディアもいけないと思うんですよもちろん、ね。もちろん。私も海外の知り合い長いので、アメリカに駐在してた経験も長いので、アメリカでこういうことを別に政府が言ってもメディアは勝手な言葉を使い続けるし、日本みたいに今日からこういうふうに政府が言い換えたんで、私も朝日新聞長く来ましたけど、擁護行政とか言って擁護のなんかそういうのが流れてきて、今日からこう変えましょうみたいに来るわけですよ。で、多分東京新聞だと共同通信にやっぱりそういうのがあるの習いになりで、ますよ翌日から言葉を変えなきゃいけないんですよ。でもあれ変だと思うんですよね。例えばね、マイナンバーにしてもそうですけど、もともとは国民性番号制でしたし、それが言い換えっていうのは権力側がやっぱり意図を持って言い換えてるわけですよね。その本質を隠そうとして言い換えてるものを、そのままなぜメディアが言う通りに聞いて、ね、そもそも骨太の方針とかいうのもああいうのも変ですしね。骨太の方針っていうとなんか骨太みたいな感じするじゃないですか、政府の方針が。別に骨太でも何でもないのに。でもそういったところのメディアの抵抗する力というか、メディアこそもうちょっと離れたところで見てて、何言ってんだよって、だってそんなこと言ったってマイナンバーって言ったって別に俺たちのナンバーじゃないし、政府がつけようとしてるナンバーなんだからマイナンバーなんて呼ばなくていいじゃん。で、私はいいと思うんですけど、どん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 そっちに流れていっちゃいますよね。で、メディアが最近は、